はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴金田ロッキーです。ジャニーズ事務所のタッキーこと滝沢秀明副社長がお辞めになられたということで、後任がですね、元 V6 の井ノ原快彦君、イノッチやということで、これも驚きなんですけれどもね、東山くんじゃないんやって感じですけれども、ね、ちょっと若い世代が、まだまだ40代の人らが、こうね、副社長やったりっていう風になりましたけれども、まあね、ジャニーさんやっぱりそのカリスマ一番上の人が亡くなったらね、ごたごたするんですけれども、分裂したりね、はい、ちょっとなんか暗いの出てて、どうしていいかわからない、バランス取れない、なんやろな、何のバランスを、心身のバランスとかなんやったらやっぱりもうちょっと大変でしんどくなってきた。ほんでね、これね、これ大体お金のカードなんですよ。果物タワーワンになってやったことに対する見返り OK なんですけど、逆なんで給料気に入らんかったんかな、うん、はい、では、元 V6 井ノ原新社長を占っていきたいと思います。井ノ原新社長のことを占った、結果です。解説していきます。まあ、今起こっていること全部凝縮して出ているなら、まあ、社長の話聞いてこう希望見えてきた、これも、まあ、前に進むって意味ですので、まあやってみようかな、太陽さんさん、うん、俺が社長や、うひゃ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 みたいな感じ。まあこれから努力していくでしょう。で、自分が今まで見てた世界よりもやっぱり外にどんどん出ていかないとダメですしね、トラビスジャパンも世界に対してももっとアプローチしていかなダメでしょうし、ただね、恋人の逆、軽いトラブル、だから何やろ、いいスタッフってタッキーと一緒に出ていくのかな、それかこう新しく育てるにあたって命じゃみんなついてきてくれへんの。ちょっとね、これはいいもの、いい人出会うの逆ですから、うん、だからやりがいのある仕事を出会わない、いいスタッフでは出会わない、いい才能のあるタレント出会わない。でもトラブルそこまで大きくないねんけど、一時的にちょっとやっぱり戸惑ったりもあんのかな。うん、命もね、どうするんでしょうね、タレントこう二足のわらじで行くのか、もうそのマネージメントプロデュースの方に、副社長に専念するのか、それちょっと見てみたいと思います。命タレントと両方やりますか、社長業と両方天秤かけてやりますかの結果です。解説していきます。おもろいぞ。あのね、自分も甘え出し切って、よし俺はやっていくぞ、はい、二足のわらじでやっていくぞ、気持ちはあるんですけれどもね、はい、天秤のカード、うん、気持ちはあるんですけれども、やったらは大変やわ、どん底になる、やっぱり二と思うの一とも追えずになる、続けていったらバランス取れない、結局暗闇になってしまう、前に踏み出せない、自分はやる気あるんでしょうけれども、やっぱりもうあれなんやろな、社長業の方に、うん、行っちゃうのかな。
でタレントやりたいと思うなら自分が社長降りることにな、副社長降りることになったりしてね、そういうこともあるかも分かりませんよ。はい。あ、でもそれはやっぱり大変やって。うん、だから自分が個人事務所で自分が社長兼タレントで一人でやってとはちゃうからな。あんだけのタレントさん抱えてての、ただもう自分なんか現場出てる時に社長こういうことが起こりましたどうしましょうってな、すぐパパッと対処せなあかんのに、自分なんかドラマのセリフいっぱいある役やってて、そんなんなあできへんやろいう話でね。え、寝なくてもいい鋼鉄の体やったらいいんですけれどもね、うん、まあ、気持ち的には、まあ、二足のわらじやりたいんでしょうけれども、うん、ちょっとそれは大変になってくると思います。はい、続きましてストーンズ占っていきます。はい、井ノ原新社長ストーンズに対してどうしていきますか、解説していきます。まあ、頑張るぞ、モチベーション上げてやっていくんやろうけれども、グループとしてはそれはもう最高のね、才能を持った人たちやねんけれども。